テレビをご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは国民が知るべき真実を隠しています。本日お昼過ぎ、テレビ朝日のプロデューサーの方からお手紙を頂戴しました。このお手紙にはテーマから逸脱する発言は控えていただくようお願いいたします、はい、万が一そのような発言があった場合は叱るべく対応させていただく場合もあるとご承知おきください、はい、今の発言は討論のテーマに電話を差し上げたところ、はい、スタジオから追い出されますと言われましたので追い出される前に自ら発言をしていただきましょう。 YouTube で私の発言をさせていただきます。発言をしてください、はい、政治家の発言をテレビ局の方が事前に何をするなというような発言はやられませんので、ここで知らせていただきます。はい、ありがとうございます。先ほど NHK 党の立花党首が発言中でしたけれども、今回の党首討論のテーマから逸脱していると判断しました。立花党首は自ら退席されましたが、このまま8党の党首の皆さんと議論を続けていきます。先ほど NHK 党の立花